暮らしを良くするお片付け研究室、チャンネル登録もよろしくね。は、ワカポンです。今回は大掃除を制する片付け傑作選と題して、人気の回を4本お送りする特別編です。今のうちに部屋の片付けができていると年末の掃除も楽々ですよ。早速参りましょう。こんにちは、お片付け研究室チャンネルのバンです。今回は捨てられない人生にさよならする片付けというテーマについて、吉垣正幸さん著、捨てる達人、収納名人、すっきり暮らす50の鉄則をもとに考察していきます。実は今回の著者吉垣正幸さんとその家族は片付けが苦手です。父親は物資のない時代に育ち物を捨てにくく、弟は収集癖があり、吉垣さん自身も何でも取っておく性格、こういった片付けの悪条件が揃った中で吉垣さんは片付けに取り組みました。本書は自身の日々の奮闘や学んだことを誰かのために役立てたいと思い書いたそうです。どんな条件でも片付けはできると勇気づけ、私たちにアドバイスをくれる一冊です。一言で言うと、物を手放すことを知るです。なぜ物を取っておいてしまうのか、それは物を捨てるということを知らないからだと話す吉垣さん。物を手放す方法がわからないとどんどん積もっていき、大掛かりな片付けに発展してしまうかもしれません。そうなればお金も時間も今よりかかってしまうなんてことに。そこでまずは片付けの基本として、物を手放す方法を知ることが大切です。手放すという行為は慣れないうちは精神的なプレッシャーがかかるものです。捨てる捨てないの二者択一は、物を手放すのが苦手な人にとって精神的な負担になるのです。二者択一で身動きが取れなくなるよりも、とりあえずでも片付け作業を進めることが肝心とも述べています。吉垣さんがこれまで経験してきた方法はどれも片付けに行き詰まったことのある人に響く内容ばかりです。物を手放す方法についてさらに詳しく見ていきましょう。本日のお品書きはこのようになっています。捨てられない人生にさよならするための方法について3つのポイントにまとめてみました。1、古いものよりも新しいものを手放す。2、捨てる判断は勢いが大事。3、大きなものを手放すための心構え。それでは参りましょう。まずはじめに、1、古いものよりも新しいものを手放すについて解説していきます。最も初歩的な片付けの方法は、散らかったものをどこかに押し込むことだという吉垣さん。そんなことをしても解決にならないのではないかと考えるかもしれませんが、無理やりにでも押し込む形で片付いた状態を目指せるかがポイントになります。そこで必要になってくるのは、物を押し込むことができる空間や場所です。吉垣さんはここを裏方と表現しています。部屋が散らかっていると気になるかもしれませんが、先に裏方を片付けることで押し込んでおく場所を確保することができるようになります。裏方に散らかったものを収納するスペースの確保を優先してから片付け始めるということですね。そして裏方を片付け始めると捨てづらいものが必ず出てきます。そういう時は昔の思い出が染み込んだ古いものから手をつけるのではなく、ほぼ使っていない試蔵品の中でも比較的新しいものから手をつけていくことをおすすめしています。古ければ古いほど取捨選択をくぐり抜けてきたものたちなので捨てづらいと話す吉垣さん。新しいものよりも古いものを捨てたい気持ちがあるとは思いますが、古くて思い入れのあるものを後回しにすることが、物を減らしていく上では必要になってきます。例えば学生時代の手紙よりも 2,3 年前の年賀状を捨てるのがベストなのだとか。ここでは裏方の片付けから始めて、数年前の不要なものから手放していくということを覚えておきましょう。続いて2、捨てる判断は勢いが大事について解説していきます。吉垣さんは物を手放す際の判断について、勢いをつけることが大事だと述べています。
物を手放すのに慣れないうちはなかなか捨てづらく、半日かかって1個2個しか捨てられないということになりがちです。しかしそこで手を緩めないでほしいという吉垣さん、長時間捨てる捨てないと悩んでいるうちにだんだんと悩むのが面倒になってくるそう。そこで徐々に捨てる判断がつき始めるのだと語っています。最初の一つ二つを捨てるのが一番大変なのですが、そこを過ぎると捨てるという判断が加速度的に速くなるとのこと。一度勢いに乗ったらせっせと続けてみましょう。勢いがつく前にできないと諦めてしまうのが一番損なことですね。捨てられないうちは半日、できれば一日、今日は捨てるぞの日を作ってみると良いそうです。捨てるぞと決めても大して捨てられない時も大丈夫だと励ましてくれている吉垣さん。その場合はあまり日を置かず別の日に挑戦してみてほしいのだそう。そうすれば前の時よりも早く捨てる判断ができるようになっていると語っています。ぜひ諦めずにチャレンジしてみてください。最後に3、大きなものを手放すための心構えについて解説していきます。大きなものを手放せない原因として手間やお金がかかることが挙げられます。多くの人はそれが嫌でためらっていると語る吉垣さん。捨てようと思っているけど捨てるのにお金がかかるしと二の足を踏んでいては時間を無駄にしていると吉垣さんは話します。処分費用がかかるのはもったいないと思うかもしれませんが、大きなものを処分するのは労力がかかります。この前提が抜け落ちてしまっているとなかなか進みません。相応のお金がかかるのは当然であるということ、そしてお金を払えば処分してもらえるというのはありがたいことなのだと吉垣さんは語っています。大きなものを処分するときはお金を惜しまないことが肝心です。捨てようと思っているものはお金がかかろうと断固として捨てる。また大きな不要品を友人や知人にあげる場合も同じです。自力で運ぼうとすれば重いし面倒だとためらってしまいがちですよね。こういった時は宅配業者のサービスを使うことを吉垣さんはおすすめしています。宅配業者のサービスなので梱包も不要で引っ越し感覚で重い荷物を運んでくれます。例えば黒猫ヤマトの家具家電移動サービスや楽々家財宅急便、私の引っ越しなど、料金がかかっても電話一本でことが済んでしまう便利さは変えがたいものですね。自力で動かす手間や時間、労力、そしてためらっている時間はただではありません。大きなものを動かすのにはコストがかかることを肝に銘じて片付けに踏み切りましょう。お金と片付けに対して吉垣さんはこのように述べています。お金持ちは何にお金をかけると良いか分かっているからお金持ちになれる。貧乏人は深く考えずお金を使ってしまうからいつまで経ってもお金持ちになれない。さらに言うとつまらないものばかり買い込んでさらにその維持に貴重な時間を費やしているようではお金持ちになれそうもない。なるほど、お金や時間の使い方は片付けと関係していそうですね。何が本当に大切なものなのか見直すきっかけにしてみてくださいね。ではこの動画の考え方をまとめて振り返っていきます。まず古くて思い入れのあるものは後回しにして比較的新しいものから手放そうということ。次に捨てられないと悩む前にまずは1個2個捨てて勢いをつけていこうということ。そして処分には費用がかかることを理解し時間を無駄にしない片付けをしようということでした。捨てられない人生にさよならする片付けの解説はいかがでしたでしょうか。概要欄に本や著者についてリンクを載せてあります。本書が気になったら読んでみてくださいね。こんにちは、お片付け研究室チャンネルのパンです。今回は物が多い人のための収納片付け術というテーマについて伊藤雅子さん著、
本日晴天お片付けをもとに考察していきます。今回の著者伊藤雅子さんは料理や雑貨など暮らし周りのスタイリストとして雑誌などで活躍しています。最近では美しさや気持ちよさを大切にした暮らしや抜群のセンスの良さでインスタグラマーとして人気を集めています。洋服や本、台所道具など生きていくためには一つ一つ向き合って整理整頓しなければならない事柄にあふれています。それを解決していくことで気分よく生きることにつながるのだと伊藤さんは言います。伊藤さん流の無理せず心晴れやかな片付けを一緒に見ていきましょう。一言で言うと片付けをポジティブに捉えるです。毎日行うお片付けは無理しない方がいいに決まっているという伊藤さん。こうしなくてはいけないと考えるのではなく、こうするといいかもという楽で気軽な気持ちでやってみることを勧めています。家の中が整理整頓されていると気持ちも上がりますし、何より気持ちがいいですね。どこに何があるかが一目瞭然であれば、家の中で行う作業もはかどります。そう考えるときちんと整理整頓されていることで暮らしの流れが良くなると言えます。収納棚を増やしてお部屋をすっきりと見せたり、ちょっとした工夫で楽しい片付けを実践していきます。今回は物が多い物好きさん向けの片付け術に焦点を絞ってコツを紹介していきます。本日のお品書きはこのようになっています。物が多い人のための収納片付け術について3つのポイントにまとめてみました。1. クローゼットの管理術。 2. バックヤード作りですっきり便利。 3. 増えてしまう本の手放し方。それでは参りましょう。まずはじめに 1. クローゼットの管理術について解説していきます。伊藤さんはつい買ってしまう服の収納について1年に数回見直して服を整理することにしているそうです。そのタイミングはクローゼットがパンパンになったらなのだそう。クローゼットの量を一定にしておかないと部屋の外にもあふれ出し、他のところまで散らかりかねませんね。見直し方はまずここ 1,2 年着ていない服をより分け、そしてその服を片っ端から着てみるそうです。前、横、後ろも鏡に映った自分を客観的に観察します。服は変わっていなくとも自分の体型や肌の質感は年を重ねるごとに変わっていきます。少し前は似合っていても今は似合わないという可能性があります。着る服と着ない服に分けたら、次に着なくなった服を仕分けしていきます。数回しか着ていない服は似合いそうな年下の友人たちへ引き取ってもらい、よく行くスナックのママへ着物を譲ったり、色違いのカーゴパンツは娘の友達へというように手放していきます。その後にクローゼットの中の服を色ごとに分類するとすっきりしたクローゼットへ早変わり。伊藤さんは誰に見せても恥ずかしくないクローゼットを心がけているとのこと。普段は目に見えないところに気を使う片付けはとても素敵ですね。クローゼットがいっぱいになってきたなと思ったら片付けのサインです。ぜひ見直しをして素敵なクローゼットを目指してみましょう。続いて 2. バックヤード作りですっきり便利について解説していきます。伊藤さんは家を改装した際にリビングとベッドルームに壁を設けてバックヤードを作ったそうです。このバックヤードがとても便利だと語っています。リビングのバックヤードに置いてあるものは食器と本、ベッドルームのバックヤードに置いてあるのは服と着物、加湿器、扇風機などの季節前のものなど。バックヤードを作ったきっかけは、たくさんある食器をどうするかという悩みを解決したい思いから始まります。壁にぴったり収まるサイズの棚をオーダーしようか悩んでいたそうですが、次に引っ越した時のことを考えて、もともと使っていた IKEA の本棚を3つ買い足して壁を作ることを思いつきます。
リビングの棚は全部で6つで、食器と本を入れたらすっきりまとまったそうです。リビング一面の白い壁の効果で部屋中に穏やかで綺麗な光を回してくれるという副効果もあったとのこと。宅配便の荷物や撮影のために用意した器の入ったカゴなどの一時置き場としても重宝しているそうです。壁を作ったことによって多少狭くはなりますが、たくさんのものが見えている状態より壁に隠れている方が部屋は広々として見えるという伊藤さん。隠れるから物を増やしてしまうとやはり溢れてしまうので、棚に収まりきらなくなったら持ち物の見直しをするようにしているそう。物をたくさん使う人はバックヤードを作ると思いのほかすっきりできるかもしれません。取り入れてみて片付いた部屋を作っていきましょう。最後に3、増えてしまう本の手放し方について解説していきます。本作りの仕事をしている伊藤さんは本が増えてしまいがち。本のある生活をしている方は本の収納に頭を悩ませている方も多いかと思います。伊藤さんの場合、仕事で執筆した雑誌が届いたり、編集者や友人から見本をいただくことも多いそうです。そうなると本に埋もれないためにも必然的に本の整理が必要になってきます。伊藤さん流の本の整理方法は次の通りです。まずは全ての本に目を通してから、取っておくものと手放すものに分けます。次に取っておくものは料理、小説、エッセイなどカテゴリー分けした棚に収めていきます。手放すと決めたものはカゴに入れて、撮影や打ち合わせなどで家に来た方に持って行ってもらうようにしているとのこと。伊藤さんはどうぞご自由にコーナーと呼んでいますが、これが好評なのだそう。楽しみにしてくれる人がいたり、誰かが読んでくれるというのは安心感もあり、循環している感じがしていいですね。本は読んでこそ意味があるものなので、もらってくれそうな人がいれば譲ったり、買い取ってもらえるものはリサイクルしていきたいですね。本が溜まってきたなと感じたら、まずは取っておくものと手放すものに分けるところから始めてみましょう。伊藤さんはお菓子が入っていた缶をなかなか手放せないそうです。それはデザインが気に入っていたり、缶を見るだけで味や匂いが思い出されるからだそうです。他人からは理解されなくても、人にはそういったこだわりがあるものです。片付けは心を晴れやかにさせる素敵な行動ですが、伊藤さんは片付けの中にもこのような余白があっても良いと言います。心がすっきりしていて楽しみもある、そんな暮らしが素敵と言えるのではないでしょうか。ではこの動画の考え方をまとめて振り返っていきます。まず、服は着てみて判断、まだ着られる服は着る人へ循環させようということ。次に、バックヤードを活用して物をよりよく使う収納にしようということ。そして持ち帰りコーナーを作って必要な人に渡していこうということでした。物が多い人のための収納片付け術の解説はいかがでしたでしょうか。概要欄に今回ご紹介した本の詳細がありますので、チェックしてみてください。こんにちは、お片付け研究室チャンネルのパンです。今回はきちんと終わりまでやりきる片付けというテーマについて、菅野祐樹さん著、なんで片付けられないんだをもとに考察していきます。今回の著者菅野祐樹さんは、以前忙しくて時間がないと思いながら過ごしていたそうです。そこで菅野さんはやりたいことができない生活を見直すため退職を決意します。やりたいことのために時間をいかに効率よく使えるか試行錯誤する中で、片付けの重要性を実感します。その後、時間を使う生活から時間を感じる生活を見つけた菅野さんは、カラーセラピーやヒーリングなどを学び、時間をテーマにした執筆活動を行っています。菅野さん曰く、片付けられない理由を考えることは内面を見つめることにつながります。
終わりを意識した片付けで自分の気持ちの整理をしつつ区切りをつけていく作業を学んでいきましょう。一言で言うと、きちんと最後まで片付けるです。机の上が片付いていないと探し物ばかりして無駄に時間が過ぎてしまいますよね。そんなイライラした時間を減らすには、仕事や作業などが終わったらきちんと最後まで片付けをすることです。必要なものだけを出して使い終わったものをその都度定位置にしまえるようになると、その場で片付けが完了します。片付けを最後まで終わらせて何もない状態にできれば、後片付けの先延ばしが起きなくなってくるという菅野さん。目の前にあるのは今やることのみです。そうするといろんなものが目につき、あれもこれもと気が散ったり、優先順位がわからないということもなくなるとのこと。最後まで片付ける習慣が身につけば、身も心も軽くなって、肝も冴えて、やりたいことがやりたい時にできるようになるのです。本日のお品書きはこのようになっています。きちんと終わりまでやりきる片付けについて、3つのポイントにまとめてみました。1、片付けは終わらせること。2、マイナススタートからの脱却。3、後でがやらねばの足かせになる。それでは参りましょう。まずはじめに、1、片付けは終わらせることについて解説していきます。一つの仕事というのは、準備、実行、後片付けの3つの要素で成り立っているという菅野さん。この一連の流れを最後まで終わらせることで、何もない状態にして新たな始まりを迎えることができます。片付けとは何もないゼロの状態を迎えるための準備であると菅野さんは言います。ゼロは始点でありスタートラインです。そのためにまずはやりっぱなし、出しっぱなしを振り返る癖をつけてみましょう。例えば席を立った時、椅子を元に戻す、タクシーを降りる時やお店を出る時は振り返る癖をつけましょう。場所の移動と振り返る動作はワンセットだと心得て、やりっぱなしなし、出しっぱなしなしと指差し確認をしてしまい忘れを防ぎましょう。物の出し入れの話にとどまらず、何かを始める時にはどこに戻るのか、どこで終わるのかを考えてから行うようにするのが大切です。目標を見失ったり尻切れトンボになったりすることがなくなるので、物事が最後までスムーズに進むようになると菅野さんは語っています。一日や数日で身につくことではないので、毎回気をつけるようにして、いつも綺麗が当たり前になる日を目指して行動を開始してみましょう。続いて2、マイナススタートからの脱却について解説していきます。後片付けをしないで次の日を迎えてしまうと、まずは前日の遅れを取り戻すことから始めることになってしまいます。スタートラインは過去へ遡り、ゼロの地点よりマイナスの位置になってしまうということです。そうなると今のやりたいことを始めるために、昨日のことから始めなくてはならず、今に集中することができないと菅野さんは言います。さらに気持ちの面でも、一回ごとに消化していないと、悔しい、悲しいといった思い残しに引きずられて、心は過去へ逆戻りし、いつまでもメソメソくよくよしてしまうとのこと。何事にも精一杯やったという思いがないと、心の中に後悔の念が発生します。できる限りやったと自分で自分を認めてあげれば、後悔の念は自然と消えていくと菅野さんは言います。一見難しいことのように感じますが、最後まで精一杯やりきることは、今すぐ目の前のプラスのことから始められます。前の章でお伝えしたように、終わりを意識するには、他の物事に移ろうとするときに、本当に終わりか、これで最後かと自分に問いかけてみましょう。目の前の後片付けはもちろんのこと、気持ちの面でも自分自身に問いかけることで、きちんと終わりを意識することにつながっていきます。まあ明日でもいいやという気持ちが湧いてきたら、きちんと終わることで
新たに始められるというプラスな気持ちで、心の整理も実践してみてください。最後に3、後でがやらねばの足かせになるについて解説していきます。終わりを意識せずに後でと先送りしていると、やることリストが溜まっていくという菅野さん。今できないことは全部後でやることになります。やることリストの中身は未来のことのように見えて、全てが先送りの結果であると菅野さんは言います。後でを一回使うと、後でやらなければならない仕事が増えて、先送りしたものも優先順位付けが発生します。後でを繰り返し続けると、やりたいことすら後回しになって、やらねばに変化していきます。やりたいことを目の前にしているのにもかかわらず、罪悪感に駆られて後回しにすることがあれば、その心の中にあるのは今まで後回しにしてきたものです。後から来るはずの後では来ないと思って間違いないと菅野さんは言います。例えば日記や日報や帳簿など記憶を頼りに行う作業は、時間が経つほどに大変な作業になります。過去の記憶は頭の中から取り出さなくてはならないため、余計な労力となってしまうのです。後でと先送りにしようとする際には、一呼吸置いて、後からこの作業が大変になってしまわないかを考えるようにしましょう。やらねばが足かせにならないように、その場でできることはその場で終わらせるようにしていきたいですね。横着をして手間を省こうとしたら、余計に時間と手間がかかってしまうということがありますよね。楽したいなぁと効率を考えすぎると、行き着く先は横着になるという菅野さん。もっといい方法はないかと模索すること自体は素晴らしいことです。しかし、一つずつ確実に終わらせるのが、結果的に一番早いやり方です。先送りにしたり、手間を省いたりせず、順番にやるべきことはやると決めることで、結果的にやらなければならない作業を減らすことができるようになります。ぜひ最後までやりきる片付けを行ってみてくださいね。ではこの動画の考え方をまとめて振り返っていきます。まず準備、実行、片付けをワンセットにしようということ。次にマイナススタートからゼロスタートにしようということ。そして後でと先送りしてしまうと、その後でに追われることになるということでした。きちんと終わりまでやりきる片付けの解説はいかがでしたでしょうか。今回ご紹介した本や著者について概要欄にリンクがあります。ぜひ見てくださいね。こんにちは、お片付け研究室チャンネルのパンです。今回は50代からの人生を楽しむ片付け対策というテーマについて、原田紗代さん著、今日から誰でも片付け上手、物、迷い、重たい気持ちとさようならをもとに考察していきます。一言で言うと、管理するものを減らし楽をしようです。原田さんのお片付けの考えは、物を減らして片付ける方法を楽にしていけば快適な生活を送れるというものです。片付けるもの自体が減れば片付けが楽になりますし、収納しやすさが実感できればやる気も継続できるというもの。しかし、この思考を手に入れるまで、原田さんは片付けと年齢を重ねることに対して不安感があったようです。加齢は仕方のないものですが、若い頃のままの片付け方法では限界があるようです。自分の状態に合った片付けのコツを知る必要がありますね。今回は50代以降の視聴者さんに向けて、片付けのヒントになるトピックをお送りします。今回の著者原田紗代さんは、整理収納アドバイザー、生前整理アドバイザーです。50代を目前にしたところで、家事がしんどいと思うようになったと本書で語る原田さん。家事イコールやらねばならないことと思ってやってきて、子育てや家事の面では常に肩に力が入りっぱなしの状態だったそうです。
40代になると体力の衰えを感じ始め、前向きに諦めることや手抜きを覚えますが、50歳のある日、何とかしなければという強い思いから家全体の片付けをスタートさせます。そして管理するものを少なくしたり小さくしたりして、人生後半を楽に暮らせるように舵を切っていきます。物を手放し、分かりやすく整えていくうちに、若かりし頃の頑固さが消え、キッチンなどは特に使いやすくなったそうです。本書は暮らしをシンプルにすることで生きるのがもっと楽になる片付け術を紹介しています。概要欄にリンクがありますので、ぜひ見てくださいね。本日のお品書きはこのようになっています。50代からの人生を楽しむ片付け対策について、3つのポイントにまとめてみました。 1. 片付ける前の準備。 2. 50代以降の疲れないものの減らし方。 3. 散らかり防止のゆったり収納術。それでは参りましょう。まずはじめに、 1. 片付ける前の準備について解説していきます。片付けに取り掛かる前にしておきたいことは人それぞれに違います。忙しくて時間のない人もいれば、ゆったりと時間を取れる人もいます。しかし誰でも自分の予定通りに進んでいかなかったり、片付け終えた後にしんどくなって思うように動けなくなる場合もありますよね。原田さんはこういった場合の対策方法を紹介しています。実はとっても簡単。まとめて片付けようと予定した日は、家族に何日は何々を片付ける、よろしくと事前に家族に知らせることです。手伝ってもらえるもらえないにかかわらず、知っておいてもらった方が片付け疲れが出たとしても後から心配をかけずに済むと原田さんは言います。他にも片付けに取り掛かる前に決めていることがあります。たくさんのものを広げる場所を確保する。片付け当日の夕食は前日夜に完成させ冷蔵庫へ入れておく。好きなデザートを買う。洗濯は前日の夜のうちに済ませておく。雑事については一旦忘れる。このようにまとめて片付けをする当日は、片付け以外の家事はなるべくやらなくて済むようにしておきます。風呂掃除、買い物、アイロンがけはお休み。食べることだけ準備すれば OK です。家族との関係も含めて片付ける前の準備をしておくことで、整理したい場所を片付けられるようになるそうです。一気に片付けを進めたい時には真似してみてくださいね。続いて 2. 50代以降の疲れないものの減らし方について解説していきます。物が多すぎる場合、一番効率の良い減らし方は、家中から同じ種類のものを全部集めて一箇所に広げ、一気に片付ける方法だという原田さん。しかしこの方法だと、いくら準備をしたとしてもとても疲れてしまうとも語っています。物をすべて出す、並べる、残す、残さないを決める、残すものを戻す、残さないものの処分を検討するなど、物が多ければ多いほど大変になり、写真や書類などは判断に迷うため心も疲れてしまいますよね。そこで原田さんは疲れないものの減らし方をこのように述べています。疲れない程度の場所を一つ決める。比較的簡単にできるものを片付けて達成感を貯めておく。例えばキッチンの引き出し一つ、化粧道具の入った箱一つなどを片付けると決める。バラバラになっている靴下やストッキングだけちゃんと整理するなどです。元気があるときは何でもできるような思いに駆られることもありますが、50代を過ぎたらじわじわとやって成功体験を得ながら元気チャージしていくのが良いと原田さんは言います。ちょっとしたことでも成功できたら元気になれます。その力を明日の活力へと変えて、少しずつ片付けていきましょう。最後に 3. 散らかり防止のゆったり収納術について解説していきます。長年
片付けイコール収納であると思い込んでいた原田さん。収納家具を買ってとにかく収めればきれいに片付くという考え方をしていたそうです。しかし原田さんは当時の自分へ、捨てるものはないですか、まず先に減らせば楽になりますよと言いたいと語っています。何がどこにあるか把握できていて、持っているものをすべて活用できている状態を作るには、まず物を減らすこと、そして収納をやり直すときに意識したことは、隙間を埋めようとしないこと、取ることより戻すことに重点を置く、使う場所の近くに置き場所を作る、見た目が美しい収納ではなく分かりやすい収納を目指すということです。これらを条件として家にある収納をすべてうまく使いこなさなきゃダメという思い込みを外していった原田さん。元の状態を保ちやすい収納を作れば、物探しや無駄な動きを減らすことができます。文房具など使った後必ず元へ戻すものなら、一つずつが決められた位置にゆったりと入っている方が戻しやすいのです。また欲しい時は離れていても取りに行きますが、戻す時は億劫になって置きっぱなしが発生してしまいがちです。手が届かない場所、狭くて動きにくい場所、暗くて見えにくい場所には物を置かないように意識することも大切です。例えば食器棚なら、たくさんのお皿が重ねられていると整然として美しいですが、しまうときに気を使いますよね。収納はゆったりと収めて戻しやすいかどうかが大事だということを覚えておいてくださいね。本書には、どんなに散らかっていても今が苦しくても大丈夫、一歩踏み出しさえすれば必ず良い方向へ変わっていきますという言葉が書かれています。自分自身の内面を見つめ、さまざまな気持ちと向き合ってきたということを感じさせる励ましの言葉ですね。ではこの動画の考え方をまとめて振り返っていきます。まず、片付けの事前準備で当日の負担を軽くしようということ。次に、確実に片付けられる範囲にして成功感を貯金しようということ。そして、キツキツ収納は NG、 取り出しやすい収納を心がけようということでした。今回のテーマは、50歳から始める楽に生きるための片付けでした。年をとって片付けが変わったというエピソードがありましたら、コメント欄で教えてくださいね。お片付け研究室チャンネルでは、片付け、掃除、家計に関する本を紹介しています。チャンネル登録をして新情報をゲットしてくださいね。それでは次回の研究動画でまたお会いしましょう。